大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。秋の地区大会頑張って一勝したいと思います。ではでは、まず意外性ばっかりやな、投手力ねえから、とりあえずカードをまた溜め込んだと思うんで、まあ、カードとこの辺のミート系をね使っていこうかなと思います。さあ誰に使おうかな。もう少しで上がりそうな選手がいいね。こう見る感じでは上がりそうな選手はいないいないね。 D 以上、やっぱこう猫丸さんとかにこう使っとくと足りんな。でもな、5でしょ、5上がるからね。速球とかもこれも使えんから、これスタミナでしょ。カードもちょこちょこ増えたんですよね。本屋さん来たらいっぱい踏みますからね。とりあえず本屋本屋みたいな感じで、うん、でもまあこう見るとあんまり大したことないかな、大したことないねそうだね。はい、ということで大したことなかったです、カードは。あ、そうね、じゃあちょっとこの辺も右でも食っとくか。はい、満タンです。はい、関係ないです、いきましょう。遠投あたり踏んで、さあ相手はね、確か沖縄かなんかの B でしたね。またこれね、偽 B やったらいいね、偽 B やったり、逆にでも A とかやったらどうしよう、偽 B やった、挙句 A やったとか。調子はそんなによくねえか。まあでもね、南関西にしとかんと。普通やった調子は。まあでもいいじゃないですかね、いけそういけそう。1番2番コンビで1点で1点をポンポンポン取ってくれればいいよ。3回ぐらい回ってくるでしょ、3点取ればいい。3点、熊本やったわ、間違えた、単純に間違えた。わあ、紫まぶしい。はい、 B でした、本物 B でしたね。流し打ち、ゴー、打て打て、流し打ち、残念。まあ、うわ、1点取られたか、取られたか。でもだ、ランナーに出れてね、向こう調子が悪い、打ちたいとこやね、もう調子が悪いからこそ打ちたいとこ。うん、パーム、高めフォーク、高めのパーム。ワンアウト一三塁、意地でも1点欲しいから、もうここはスクイズでしょうね、スクイズでしょうね。ここはどんな風、どんな風、バントはそううまくはないな、でも1点欲しい。よっしゃ、ナイススクイズ成功。オッケー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 。ここはもうヒットエンドランで、もう運任せ。あらあらー、さあ、スリーアウトチェンジ、盗塁はしょうがない。お、まだチャンスある、まあ、チャンスあるよ、まだチャンスありますよ。ここで思い切ってカー使っていく。一球見るか、一球見よう、もう一球見てみる、この状況でしょ、もう一球見よう。おしゃ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 し、もう一球見よう、次入れてくるでしょ、で次入れてくるから、もう一球入れてくるはずや。抜けるか、あー抜けねー、取りました、抜けんかった、ちょっと甘かったか、もう一球見てよかったかな。ランナーは一塁二塁変わりません。さあ飯田選手、ここも初球エンドラン、初球エンドランします。バット当ててね、よっしゃー、さすがー、予想予定通り、さすがですね、さすがどうして欲しいかを分かってくれてる。さあということはもう分かってるでしょう、南遥さんもね、だけど怖いから一回こう見よう。お、落ちんじゃん、あー残念。だけどこれもしかしてさ、うまいこと言ってた気がする。あー抜けんかな、抜けんかな、うん、抜けね。まあ、1点勝ち越した、勝ち越した抑えて、おー、まだいける。7番ということは6番だい、内田さんかということは、もうここは送りバントとかヒットエンドランか、この状況でしょ。秋男持ってますからね、秋男持ってるんで、流し打ちでもいいんじゃないですか。惜しい、スタンドに入りました、惜しい、エンドラン、エンドラン、はい、おお、三振ゲッツー。でもちゃんと塁に出てくれてる、ありがてえ、塁に出てくれてからやっていいけど、はい、もうちょっとバットに当ててくれないエンドランって一体何なのああ追いつかれた、ついに追いつかれてしまった。俺との信頼関係なさすぎじゃねえか、みんな。オッケーオッケー、ここはしっかりと抑えていきたいね。一回外そう、
た。これは勝負の分かれ道。おーし、ツーシームを覚えさせてよかった。でこれもまた微妙に厳しいところになってるからね。ランナーいないときって結構厳しい。飯田選手は今日打ってなくね、そもそも。お、落ちる。オッケーオッケー。セカンド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 、足早いからね。よーし、ボールは中継、ツーベース。意地でも1点欲しい。初安打。2期頑張れ、2期頑張れ。強心臓、チャンスに強いよ。さあさあ、ここ待て、もう1球待てか、もう1球待てやな。次行くよ。でも怖いから行ってみよう。来ます、ここです、勝負。おっしゃ、走ってこい走ってこい走ってこい、足早いから無理でした。いや、走ったら多分行けたと思うよ。走ったらいけたと思うけどな。さあ、猫丸さんですね。もうほんとこれしか上げてきてないからね。見るか、ここ入れてきそうな気がするけどな。惜しい。もう一気見よう、もう一気見よう。ここも見ていいよ。もうフルカウント、いきます。ほい、センター前。残念。うわー、待って、ノーアウト2塁でやばくないかい。スタミナを上げていこう。投手力上げてスタミナも上げる。さあ、ここ抑えたいね。これ絶対抑えないといけないね。頑張れ、ジャンさん頑張れ。おーしよしよしよし、あとは緩急、もう1球。あーおー、まあ、でも逆にゲッツー方がいいんじゃない。これゲッツーいけそうなんじゃない。打たせとれ、ゲッツゲッツ、狙いはゲッツ。惜しかーい。こいつあれかな、流し打ち持ってたかな。全然切れずに飛んでたな。ピッチャー交代。もうスタミナがしょうがないからね、あそこまで来ると。ひえー、エンドラン失敗がここで響くとはな。うわ、嘘、そんなにいい球やった。これそうだったけどな。危ない。関係。シャー、低め。オッケー、抑えた。よし。この子本当に予定をしないことが起きて怖えわ、このゲーム。もう俺が連打やめたのは、ねえ、取れるだろうと思ったからやけど、さすがにああいうこと起きるんだね。連打しよう、しっかり。俺もしっかり応援していこう。さっきの俺のミスでもある。臭いところ、おーし、しっかり。はい、ケイ。さあ、9回を持って、さあ、ここは絶対に塁に出ないといけない場面ですよ。でもいきなり入れてくるよ。しっかり見ていこう。ランナー出たらこいつ突然悪くなるから、ランナー出たいね。よし、切れない。よし、ベーコンちゃんセカンドまで。オッケー。今日初めてのヒットになりました。大事なところで打ってくれたね。ピッチャー交代、出していきましょう。調子がいい。どっちを出すかな。まあソロンさんかな、なんなら。さあ、ここで欲しいのは調子を良くして、調子を良くして流し打ちなんですよね。もう一回見ていい。まあ見ていい見ていい、しっかり見ていこう、ね、流し打ち。抜けない。惜しかったな。さあ、滝さん頑張れ。究極の思考からの秋男持ってるからね。犠牲フライ。ちょっと待って、そうなる。流し打ち。おお、ちょっとなんでそこで守ってんの。おかしいやろ。そう守るってある、あります。やべ、流し打ち。
いった、見ていい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 、入れてくる。引っ張り、初戦敗退。初戦で敗れてしまいました。信頼度がないせいだね。うん、俺とやっぱ選手の信頼度が足りんすぎて、スクイズもしくは、ヒットエンドランが成功しないということなんでしょうね、きっと。勝てた試合なんだけどな、これ惜しかったと思うよ。また下がったわまた下がったわ。はい、ということで、まあドラフトまで行きますか。じゃあドラフトまで行きましょう。悔しい、せっかく上がったのに。ドラフトまで行きまーす。一気にガンって進んでもいいんやけどね、ちょっともったいないんで。1が欲しいな。ならずも踏むか。誰も上がらない。3分でスケジュール見直して使えばよかったかな。まあいいか。1欲しい、1が欲しい。さあ練習試合あたり欲しいけどね。ふん、ないでも1があるから、まあよかった。さあドラフト会議、2017年の選手はどこに行くんでしょうね。ざわざわ。さあ行きましょう、2018年ドラフト会議。第一選択希望選手でね。さあ誰だ。お、寺田。あんなに歌えたけど前から。ケンさん、平山。俺の代わりにずっとショート守ってくれたからね。二人、よかったよかった。はい、ということでね、次の、次どこかな。バレンタインかなあ、合宿があるかも。うん、合宿があったら合宿まで行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。